カール12世、カール12世、百6 8 2年、6月17日、グレゴリオ歴6月27日から1718年11月30日、グレゴリオ歴12月11日は、プファルツ王朝のスウェーデン国王、在位、百6 9 7年から1718年、バルト帝国に君臨し、ロシアのツァーリ・ピョートル一世の皇敵士として知られる。 1682年6月17日に、スウェーデン王カール11世と、デンマークノルウェー王フレデリク3世の娘、ウルリカ・エレオノーラの子として生まれた。国王夫妻には4人の男子がいたが、カールのみが成長した。他にホルシュタインイコールゴットルプ家のフレデリク4世に、嫁いだ姉、ヘドビグ・ソフィアと、ヘッセンイコール、カッセル・法白製紙フリードリヒト・ケツ、とに、 スウェーデン王位を継承した妹、ウルリカ・エレオノーラがいる。幼少期のカールはもっぱら母、ウルリカ・エレオノーラから教育を受け、その人格形成に大きな影響を与えた。4歳になると優秀な教師陣がつけられて、低音楽を教え込まれ、肉体鍛錬も欠かさず4歳前に乗馬を覚えている。射撃術にも熟達し、11歳の時に熊を一撃で射殺して、 不王を喜ばせている。1692年7月、10歳の時に母が死去、それから4年足らず後の1697年4月に、父王も亡し、14歳10ヶ月でスウェーデン王に即位した。若年であったため6人の殺生が敗されたが、議会との内紛のために数ヶ月で、カール12世に前傾が異常され、申請を開始した。 1700年に大北方戦争が開始されると、その若さに乗じようとした近隣諸国を出し抜き、国外に進出して各地を転戦し、北方同盟を結成したザクセン戦抵抗、ポーランド・リトアニア共和国以後、ポーランドと表記、デンマークイコールノルウェー、及びロシアの連合を打ち破った。開戦直後に、デンマーク王フレデリク4世が、 シュレースビヒー・コールホルシュタインを包囲すると、イングランド・オランダの援助で、エーレスンド海峡を渡り、デンマークの首都コペンハーゲンを吸収して、デマークを北方同盟から離脱させ、トラベンタール条約、ついでナルバの戦いで、ロシアに勝利した後、リボニアに侵攻して、リガを包囲していたザクセン軍と対峙、ドビナ川の戦いで撃破した。このポーランドより中立と和の提案を受けたが、 カール12世は、ザクセン選帝校を兼任するポーランドをアウグスト2世、カール12世とフリードリヒ4世のいとこの、太陽宮という形で1702年に、ポーランドに逆に侵攻し、急増のポーランドザクセン連合軍を出撃破して、ポーランドを転戦した。1704年に、アウグスト2世を退位させ、代わりに、ポーランドの大貴族、マグナート・ スタニスワフレシチニスキのポーランドの王座獲得を実現し、1706年のアルトランシテッド条約という形でエランドとの和議が成立した。スタニスワフはクグツの君主であり、カール12世の進化と共和国の反国王派であったリトアニア連盟のサピエハケ。サピエハケは1700年のリトアニア内戦により、 リトアニアでの派遣を失っていたによって1709年までスウェーデンの従属国として統治された。カール12世はこの時点までの戦闘を優位に進め、戦争初期はスウェーデンが圧倒した。この時期のスウェーデンの進行範囲は、ポーランドリトアニア共和国、ザクセン選定綱領にまで至った。スウェーデン軍が駐屯したザクセンは、ヨーロッパの注目を集め、アルトランシュテッドでは、 カール12世との交渉に赴く西ようの外交官がひっきりなしに訪問したが、カール12世はロシアの遠征しか考えておらず、ロシアとの和睦も拒絶した。1706年から1707年までの1年間作戦に止まり休養を取った後、残るロシアのピョートル1世と敵対し、ウガンウクライナに侵攻していた、ヘイチマン国家のヘイチマンであるイワンマゼーパー結び。 この間に、バルト地方まで進出したロシアとの対決を目論み、ロシア遠征を開始する。しかし、ロシアでの補給は困難を極め、ロシアによる焦土作戦と冬将軍に、スウェーデン軍は疲弊、弱体化した。マゼーパもピョートル一世に襲撃され多くのコサックにも支持されず、壊滅状態でスウェーデン軍に合流したため戦力とはなり得なかった。 マゼーパの妙台ダヌイーロアポーストルはシアに侵入した。リボニアから援軍を連れたアダムルートビヒレーベンハウプトもレスナーやの戦いで兵坦をすべてロシア軍に取られたためスウェーデン軍はさらに劣勢を強いられた。1709年7月ポルタバの戦いに敗れたカール12世は国会北岸にあるオスマン帝国領に亡命したカール12世はこの戦闘直前に ロシア軍からの狙撃によって足を負傷しており、直接戦闘式を取ることができなかった。この間、ロシア軍はフィンランドにも侵攻し、スウェーデン領だったカレギアとリボニアを制圧、獲得した。マゼーパはカール12世と共にオスマン帝国領へ逃れたがそこで病没、インゴヘイチマン国家はロシアによって勢力を縮小されることとなった。カール12世は、 オスマン帝国の皇帝、アフメト三世を動かすことに成功し、追撃してきたロシア軍を、オスマン帝国軍が包囲し、プルート川の戦い、ピョートル一世の捕獲の好機を得るが、結局は解放してしまった、プルート条約。このことで、カール十二世とアフメト三世の関係は悪化。スウェーデンが劣勢になる中、1714年に、カール十二世はキトに着いた。しかし戦況は悪化し、 プロイセン王国の参戦を招きポンメルンの戦役で、カール12世は敗北し、スウェーデンに帰国した。イギリスはそれまでスウェーデンと同盟関係にあったが、1714年にスチュアート朝が断絶し、ドイツからハノーファー選定校、ゲオルクルートビヒ、ジョージ1世が迎えられて、王位を継承し、ハノーバー朝が誕生したことと、プロイセンの対スウェーデン戦が開始されたことで、 スウェーデンとの同盟関係を破棄した。また、デンマークも、ロシアからの要求により、戦線に復帰し、シュレースビヒに侵攻した。この頃になると、ハノーファー、プロイセンがスウェーデンに戦線復刻し、ドイツ側のスウェーデン領土は、デンマーク、ハノーファー、プロイセン軍の共闘によって、次々に奪われていった。スウェーデンは、北欧諸国すべてと交戦状態に陥っており、 ドイツ側の指揮官であったマグヌスステンボック将軍は1710年にデンマークによるスウェーデン侵攻を阻止、ヘルシングボリーの戦い、1712年のガーデブッシュの戦いでもデンマーク軍を破るなど抵抗していたが1713年に降伏していた。カール12世は戦局打開のためロシアと単独交渉を開始し、バルト地方の放棄の代償として、 ドイツ方面での権益回復に方針を転換した。ロシアもバルト海進出で帰ってイギリスなど同盟国に警戒されたためスウェーデンの打診に応じた。この間ポーランドもロシアとの協力によって体制を立て直し自国領内を占領していたスウェーデン勢力をすべて一挙にバルト海へと排除した。また、海来君主でしかなかったスタニスワフに対して ポーランド貴族のシュラフタは王位を否認して、アウグスト2世を再び王位に戻すことに成功した。しかしそれまでの占領期間で、ポーランドの国土は戦争による荒廃とスウェーデン人占領者によって破壊され経済は疲弊。ポーランド・リトアニア共和国の衰退は不可避となり、スウェーデン勢力を排除したロシアの影響力が高まることとなった。一方、ポーランドに関しては、 スウェーデン対ポーランドの国家間戦争というより、ポーランド国内の政治的対立の要素が強かった。ポーランド・リトワニア共和国の軍人、スタニスワフ・ポニャトフスキは1719年まで、ポーランド・リトワニア共和国の将軍であると同時に、スウェーデン王国の将軍でもあり、カール12世に仕えて、対ロシア戦争のポルタバの戦いに参加したり、スウェーデンの全権として自らイスタンブールへ行き、 直接アフメト三世を解き伏せて、オスマン帝国を対ロシア戦線復国に持ち込みなど、スウェーデンによる対ロシア全面戦争を組織した。さらにポニャートフスキは、ポーランド国内では、スタニスワフ・レシチニスキを国王にオスマグナート・サピエハ、家が中心となった一派で、ア・リトアニア連盟に属し、自らスウェーデン軍を動かして、レシチニスキのポーランド国王即位を実現している。 カール十二世の死後はポーランドへ戻り、リトアニア対抗国財務大臣、ポーランド王国大騎手、ワルシャワが属するマゾフシェ県知事と順に務めた後、名誉あるクラクフ城代に就任している。このように、ポーランド侵攻をスウェーデンとポーランドとの民族戦争と捉えることには無理があり、どちらかといえば、リトアニア連盟によって、ポーランドのアウグスト二世派、スウェーデン、ロシア、 ヘイチマン国家、オスマン帝国など周辺全体が大きな対立構図に巻き込まれた形とも言える。ポニャトフスキの息子のスタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキは野心的でダ断派の父やサピエ派家とは政治的に距離を置き、母方の親戚である恩賢派マグナートのチャルトリスキ家と結んで、ランドの啓蒙主義を推進し、結果として後に ポーランド最後の国王スタニスワフ2世となった。スタニスワフ2世は、ポーランドの独立を維持するために、あらゆる改革を行ったにもかかわらず、内紛とスウェーデンの侵攻によって引き起こされた混乱によって暗黒時代へと陥り、大北方戦争以後は、ポーランドへの外国の干渉は、やまず、結局、混迷から脱することができず18世紀末のポーランド分割と、 国家消滅の運命をたどることとなる。カール十二世はデンマークへの表情進行に失敗した後、その矛先をノルウェーに向けた。1716年には一旦はクリスチャンさんを落とし入れたが、スウェーデン海軍が敗退し、補給路を断たれたため、撤退することとなった。スウェーデン海軍は疲弊していたものの、艦隊は全滅してはおらず、ストックホールムこなどに、 反撃のための戦力として残存していたが、カール十二世死後のロシア海軍とのクレンガム島沖の海戦などによって海戦力が大幅に削がれることとなり、そのことが戦争の完全終結へと向かわせていく要因となった。すでに千七百十四年のハンゲの海戦での敗北により、バルト海の聖火権と派遣はロシアに移りつつあり、騎士改正のための反撃もカール十二世の死によって、 完全に断たれることとなる。1718年1月から、オーランド諸島でロシアとの交渉が始まり、カール12世の側近のハインリヒフォンゲルツ男爵と、ロシア全権、アンドレイ・オステルマンが、講話内容をまとめ、ロシア領となったバルト地方は放棄して、他のドイツ領確保を狙い、ロシアの力を借りて、ハノーファーデンマーク・ポーランドだとを目論むゲルツの方針に沿って、 交渉は進められたが、ロシアが話に乗ってこないこととスウェーデンの細かい要求もあって、交渉は進展しなかった。11月30日、ノルウェー攻略のようとなるフレデリクス・ハルド要塞を行為中、カール十二世は流れ玉に当たって落命した。この死に関しては、不審な点があるとされ、1994年以降の調査では、 この戦争に反対していたスウェーデン貴族や王位継承者の派閥による陰謀による暗殺説が強まっていたが2005年以降は暗殺説に対する反論も提起されており決着はついていないスウェーデンはカール12世品の統率力によって長期にわたる戦争にもかかわらず国内の反戦勢力を抑止していたがその死によって沿線機運が高まったしかし 1718年に始まったロシアとの急戦交渉は主戦派のヘッセン派がスウェーデンの実権を握るとゲルツは処刑され交渉は打ち切られた。生涯独身だったため、王位は妹のウルリカ・エレオノーラが継承した。大北方戦争はカール12世の死後も継続し、スウェーデンはイギリスの後ろ盾で抵抗を続けていたが、ロシア軍のスウェーデン本土への攻撃は続き、 ストックホルムへの上陸戦では撃退したものの、1720年のグレンガム島沖の海戦でのロシア海軍への敗北、及びロシア軍の波状攻撃の前に駆使して和睦傾き、1721年のロシアとのニスタット条約によって完全に終結した。これにより、スウェーデンはバルト海の権益を失い、大国の地位から転落した。この出来事と前後して、 1720年に王権を制御しようとする議会に反発して、ウルリカエレオノーラが退位、夫のヘッセンイコール、カッセル砲白聖師フリードリヒに上位して、フレドリク一世が即位したため、絶対王政も終焉、立憲君主制が始まった。カール12世は、ドイツオランダイギリスの外交に大きな影響を与え、ロシアをはじめとする北方ヨーロッパの脅威であり続けたが、 その詩は、スウェーデン王国の派遣の終焉を意味した。ボルテールの書いた、イーストワーデ・チャール・シー、ロアデ・スウェイド、1731年が代表的な伝記である。前述した通り、カール12世は十代にして熊殺しの異名を取っており、何倍もの数を誇るロシア軍を度々、それも前線で指揮を取り打ち破っている。また、戦争について、 熊狩りよりも楽しいと述べていたともされる。しかしただの諸突猛進の猛将ではなく、彼が陣頭指揮を取ったのは、平凡な一般スウェーデン人を勇敢に戦わせ、また戦機をつかみ勝利するためには司令官たる王が前線に出るより他ないと考えていたからである。事実多くの場合、彼の指揮するスウェーデン軍病は、各国が恐れたような精鋭軍人ではなく、普通の民であり、 突撃を忌避することもあった。彼自身王が前線に出るリスクを承知していたが、スウェーデン軍の内情を考えればこれしかないと、彼は平炭素化アクセルフォンローエンに語っていい。カール・フォンクラウゼビッツは、戦争論の中で、フリードリヒダヨーを評価する際に、カール12世をその比較対象に挙げ、彼は偉大な天才と呼ぶに値しないと切り捨てた。しかしその一方で、 舞台はアジアであれば、アレクサンドロス大王のような名声を得られただろうと、みなし、ドイツ兵学的見地から、カール12世は、ナポレオン・ボナパルトの先駆者であるとも評価だ。日本では、カール12世は、北方の流星王の異名でも知られており、人気のある通り名となっているが、日本以外ではこの名は見受けられない。下記文献参照。また、田中良樹のスペースオペラ。 銀河英雄伝説に、西暦の17世紀に、北方の流星王と呼ばれる小国の王がいたとの記述がある。その王は、15歳で即位し、しばしば隣国の大軍を破り、軍事的天才として知られた、30代で死ぬまで、ついに肉欲とは縁がなかったなどとされている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。